どうも、吉本プラモデル部副部長の旧太郎でございます。さあ、えー、今日はですね、ちょっと一つ、あの、私の作品をですね、紹介したいなと思っております。こちらです。はい、えー、こちら、マックス渡辺さんでございますね。はい、えー、これはですね、あのー、マックスファクトリーの30周年の、えー、あの、 記念というんですかね。え、そちらの方で、えっと、発売されたのかな売ってもいますよね、多分。あるフィギュアなんですけど、マックスファクトリーが出てるフィギュアなんですが、こちらをですね、いろんなモデラーの方が、作って30周年で、展示するというのがありまして、我々、吉本プラモデル部もですね、私と、ポーク鈴木くんと、部長が、あの、参加させてもらって、作ったやつなんですけど、え、 とその30周年の時には、こちらがですね、あの、こちらだけが多分展示されてたんですが、えー、ちょっとですね、スペースとかいろいろ手違いがございまして、私、このように作ってたんですね、実は。えー、このようにですね、はい。このように、えー、実は作っておりました。これタイトルがですね、え何の大会っていうですね、まあ、あの、 一応、まあ大会っていう、まあそういうタイトルで作ったやつなんですが、まああの、この表彰台は、あの、プラ版で箱組みしまして、こちらの、えー、ポリスは、えーマ、マスターボックスの、えー、フィギュアでございます。これはね、あの、あのガチャガチャで出てくるワンちゃんを、まあ、塗装し直したんですけどね。で、これで、あの、ちょっとね、私が考えたのは、まあ、 これをですね、どこに置いても、その、置いた人が、あの、いろんな想像ができるという風にですね、一応、あ、マックスさん3位なんだ、つって。な、犬に負けたのかよ、みたいなね。とかね。まあ、もう一個ね、実は、え、このように。まあ、こう、こういうのもいいですよね。だから、この、マックスさんを、あ、や, <laughs> やべやべやべプラモデルの神様を落としてしまった。 マックスさんを1位にして、大人げなく犬たちに飼ってるマックスさんとかね。<laughs> まあまあ、いろんな置き方でいろいろ変わるというですね、このような作品をちょっと考えてみて、一応、本当はこういう作品だったということでございます。はい、えー。そんな、マックスファクトリーさんからですね、えー、新商品が、えー、この時発売されました。<laughs> アマゾンで更新しましたぜ。はい。こちら。こちらですね。はい。こちら。ソルティック。えー。ランドフェイサーの。えー、こっちら。軽量型でございますね。これね、出たんですよ。<laughs> もう、マックスさんはツイッターとかでね、結構、いろんな塗装してましたけど。 これをね、アマゾンで買わせていただきました。えー、4000いくらかアマゾンだと4000になってたんかなうん。こちら。えー、ちょっと気になりますよね。なんでちょっと、こちらの方を素組みでちょっとレビューしたいなと思っております。はい。中。<laughs> おー、なるほどね。これですよ。これ、これ、これ、これ。 ここが大事なんですよね、この、つなぎ。軽量型ですけど、もう本当にもう、あれですよね、スピード重視のために、走行を取って、この、このもう、つなぎみたいになっちゃった、ランドセーター、ソルティックですね。いやー、すごい。あ、ランナーは結構ありますよ。こんな感じで。結構ありますね。はいはいはい。うん、ポリキャップと、はい。 これとかね。デカールもしっかりとついております。はい。そして、こちらですね。説明書。はい。はいはいはい。うん。いいんじゃないですかまあまあまあ、もうそうそう繋ぎ目もないです。あれこれあれなんかな 通常型と軽量型。えあ、これあれなんだ。軽量がどっちもいけるってやつあ、これどっちもいけるってやつかもしれない。あ、そうだ。どっちもいけるってやつだ。あ,あ、あ、どっちもいけるってやつです。すげえ、これ。すげえ。ちょっと待っててください。ちょっと待っててください。え 私ね、積みプラの中にね、あるんですよ。はい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 。うわあわあこれ。これ。に、だからこれに、これにプラスされてんだ。このボディが。これが。あー、なるほどなるほどなるほど。あ、そうなんですね。へえ。 これ以外は新しい金型がこれってことかなでこれにここは一緒なんだあ一緒なんだなこれあっそうかそうかそうかそういうことですねあっこれ一緒にして混ぜたら大変なことになるんでちょっともうこれ一回しまいましょうね通常盤上はちょっとしまいましょうねあっすごいなこれ ちょっとじゃあこちらを作ってみたいと思います。はい。では早速、この素組み3点セットで作っていきたいと思います。さあ、まずは、コックピットユニットの組み立てということでございまして、早速ですね、やっていきたいと思います。いつの日かと。

もう、戻れない、太陽の牙、ダグラム。そう、歌ってるんですけど、作ってるのはね、<laughs> ダグラムではないんですけど <laughs>。やっていきまーす。はい、え、コックピット、完成ですね。すごいいいですよ、これ。キャノピー。 開きますねそういうパイロットもなんかもうちゃんと72分の1ちゃんとできてますしすごいですこのこのここがもうちゃんとねなってるんですよこの元々もともともう塗装というかこういうふうになってるんで塗らなくていいんですよねこれはいいですねかっこいい引き続き作っていきますはいえー、拳拳が完成ですね はい、えー、まあ、パーと、グーと、あとこの、えー、ウェポンを持つやつですね。はい。この3タイプが、えー、左右、左右あって、はい、足の、えー、足の、足ですね。足、こう、これ、すごいです。ここ、ここ、こう稼働します。これいいですね。こういう稼働します。はい。 えー、というわけで、すぐみ完了でございます。えー、とりあえず、えー、っと、組んで、まあ、ゲート処理だけしましたねあの。表面処理とか、合わせ目消しはまだなんですが、とりあえずは、えー、ラウンドフェイサー、このように、かっこいいですね、<laughs> やっぱり。むちゃくちゃかっこいい。えー、まずね、この、ここが、 えー、こっちにもつけれると。そして背中で、あー、取れた。背中でこうはめれるので、はめれるので、ちゃんと逆サイドにつける場合は、この、ここで蓋ができるということですね。ちゃんと蓋閉まるということで、こう隠せるということですね。うん、素晴らしい。素晴らしいですよ。本当に。 えー、も、まあ、合わせ目もほとんどないですね。まあ、このすね、えー、もも、あとこの関節ですか関節。そして、えー、この肩だけですね。肩、もう腕は肩だけ。肩だけ。あとは頭ちょっとですかね。頭ちょっとだけ。あとまあ、えー、この、こちら。もうちょっとやらなきゃいけないですけど。 まあでもこれだけですからねいやかっこいいですね稼働もいいですしっかりとこのようにいろんなポージングができると思います腕もこう回りますしいやいいですね素晴らしいうんでこれはまあもともとの通常版ですからここから軽量化モードちょっとチェンジしたいと思います はい。そして、軽量型でございます。えー、こちらですね。パーツを、あのー、通常型からちょっと持ってこなきゃいけないので、あのー、ですね、あのー、組み替えるときに、ちょっと、いろいろ部品は外さなきゃいけないんですが、でもですね、こちら、えー、2パターンは、 楽しめるということでございます。これもこれで素晴らしいですね。しっかりとこの両サイド合わせ目いらないようになってます。ここからここで合わせるんですが、合わせ目いらないようになっております。素晴らしい。塗装だけでいいですね。ここも。はい。素晴らしい。そして、まあ、あとシールドがついてたりとか。ポーズはね、あの、このワンポーズになるんですけど、まあ、稼働はしませんが、 このシーンを再現してもらえるっていうのはちょっと嬉しいですよね、これ。いいと思います。かっこいいこれもう、ほんと、もう走行ないですから。多分布なのかなん、布なんすかね、素材をもう被してるだけですからね。もうすっごい、スピードはもう速いですけど。もう一発食らったら終わりぐらいの。うん。 いやー、かっこいい。このように、えー、素晴らしいですね。えックスファクトリーさんの、こちらですね。出たばっかりの、えー、ラウンドフェイサー、ソルティック、ソルティックラウンドフェイサー。こちら、素晴らしいキットでございます。えー、これね、えー、まあ、あの、見てるちびっ子たちはね、 知らないアニメかもしれませんが、というか、見てるちびっ子がいないと思います。えー、20代、30代、えー、男性たち <laughs>。これ、タグラム好きだったので、ね、ぜひ、こちらおすすめですね。まあ、僕ら40代、僕らみたいな40代、えー、50代の人はど真ん中だと思いますので、えー、ぜひこちらの方 <laughs>、作ってみてください。すごく楽しいです。 はい、えー、4月の、えー、6日にですね、吉本プラモデル部ライブございます。えー、そちらの方チケット絶賛発売中、えー、お笑いもある、えー、非常に楽しいライブになっておりますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。えー、よろしかったらチャンネル登録、えー、グッドボタンよろしくお願いいたします。